はい、どうもおっさんです。今日はですね、ちょっとミニゲーム系進めていこうかなって思います。パート 11.5 っていう形になるんですかね。イガダニだったりとか、ちょっと今までちょっとスルーしてきたね、あのイベントごとちょっと進めたいなと思っております。ちょっと戻る形になりますね。前ね、ここの武器、ドゥカティだったか、武器タワーだったか、どっちか忘れたんですけど、まあ、その、ボタンみたいなところを押したらね、いがだにね、何か音が聞こえたみたいな、そのあったんで、多分ここでね、前回と違うことが起こってるんでしょう。ということでね、行ってみます。何が変わったのか、さっぱりわかりませんが、きっと何か変化があるんでしょうね。新しくステージが出たとかかな。さすがにそんな大きい変化はないか。いや、結構大きいぞ、これは。これは大きいぞ。確実にこれなかったからね。はい、じゃあ行ってみましょうか。何なんだろう。おー、これジャンプしてくんのかな。うわブッカー見習い。おー、ブッキータウンの。ブッカー1号2号3号とは違うブッカー見習い。おう、あなたはかの有名なマリオ。マリオに勝てれば僕は晴れてブッカー4号になれるとかもしれない。もしやブッカーだらけなのか。結構ね、ブッカーも強くて苦しめられましたからね。まあそう言った矢先、早々に倒してしまいましたけどね。修行のやり直しだ。あー、もしかしてまたどんどん出てくるとか、そういう感じではないんだ。ブッカーだらけかと思った。そういうわけではないんだね。なるほど。まあ隠しアイテムがあると。ケロケロドリンク、カエルコイン、フラワー、そういうことだったんですね。まあ絶対行かなきゃいけないってわけじゃないですね。ケロケロドリンク、全員を全回復させます。ああ強いですね。というか今アイテムボックス見て思いましたけど、キノコがもう一個もないね。ああなるほどね、回復アイテムがないんだ。ちょっとそれはいかんね。ああ落ちた。おお、このトゲ兵をね、一撃でほふれるぐらいになりましたね。着実に強くなってますよ、マリオとその一行は。はい、じゃあまあ終わりかな。っていうかこいつ戦えるのかな、このイガグリ出すやつ。わあ、ちょっと気になるね。こいつ倒せたら面白そうだな。戦えないかな。ほら、あ、戦える戦える。ジュゲムでも多分ね、このパターンだとね、このイガ兵をね、ジュゲムが、どんどん出すから、ジュゲムを先に倒した方がいいよね、きっとね。いや、いい威力ですね。ピーチ姫の攻撃初めて。往復ビンタ。え？わ、こいついたんだ。ダメージ結構与えるとめちゃくちゃ回復するやつだ。64ダメージ、ムラがあるな。放電現象、まあ刺してそんなにダメージは食らわないですね。92ダメージ、あー、いいダメージですね。ビビリ玉、なんだろうビビリ玉って。敵単体に恐怖攻撃、攻撃力が下がるのかな。はい、
で、あとはね、やってないイベントといったら、思い出したんですよ。僕、ケロケロっ子でね、音楽家の先生がいるじゃないですか。あの先生のこのイベントね、楽譜のイベント終わらせてないなと思って、まあ、やっていこうかなと思います。で、多分なんですけど、ここ、だいぶ時間かかるんで、まあ、多分カットしながら行くと思います。はい。では、お楽しみください。はい。で、今ね、楽譜がなんかねえかなと思って、探し回ってたんですけど、ケロケロ仙人のね、ここ、垂れ幕みたいなところにね、カーソル合わせてみたら、空見れどれどれって書いてあるんですよ。これがきっとね、楽譜なんだろうね。ソ、ラ、ミ、レ、ド、レ、ド、レってことでしょうね。きっとね。っていうことで、まあ、この空見れどれどれを楽譜でね、やってみようと思います。真ん中がドでしょ？ドシラソファ。ソラミレドレドレだよね。ソラミレドレドレってことだね。ってことはソソ。その上がラだよね。ラ。違った。くぅ。難しい。やはりね、ちょっとカットが必要なようだ。カットいたしまーす。は。は、みだから一番奥だよな。れだ、れ。どだ次は、ど。れ、ど。これで決めてやる。これだ。間違いねえ。キノコフスキー先生どうですか。おお、これだ。このメロディーだ。ついに浮かんだぞ。そしてそのヒントをくれた君にも感謝するよ。感謝の気持ちだ。受け取ってほしい。アルトカードをもらった。やったねー。次の作品で悩んだらまたここに来るよ。アデュー。ああ。どっか行っちゃった。フスキー先生。アルトカード大事なものかな？アルトカード、ケロケロドリンク店のメンバーズカードです。よーし。ついにね、アルトカード、ゲットすることができました。お品物のラインナップを見に行きましょう。おっと、アルトカードだね。では、どれにしますか？会員専用アイテムが買えると。それが、これかな？なるほどね。前回はこれ出てなかったもんね。足早ドリンク。まあでも、いらねえかな。せっかく会員にはなったものの、別にいらねえな。はい。ちょっと短いんですけどね、ミニゲームパートはこれで終了です。次はね、12かになると思います。パート12ですね。ではまた次お会いいたしましょう。ではね。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますので、フォローいただけると嬉しいです。
また次の動画でお会いしましょう。